スリクソン X、本日はスリクソン X2 を紹介しようと思います。まずは打ってみよう。はい、まずは比較対象のスリクソン Z スターをたけちゃんにドライバーで打ってもらいます。はい、頑張ります。お願いします。よいしょ。はい、ありがとう。はい、お願いします。はい、 Z スターも十分飛ぶけんね。うん、全然。続きまして、全モデルのスリクソン X をたけちゃんにまた打ってもらいます。はい、これもね、かなり飛ぶってかなり有名になったんで、うんうん、これがもう一発目で相当話題になりました。そうなんだ。じゃあ、行きましょう。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、続きまして、新モデルの、スリクソン X2 を打ってもらいます。めちゃくちゃ飛ぶらしいよ。これ俺並みに飛ぶらしいよ。どういうこと？行きましょう。どうして消えてしまうな。はい、続きまして新モデルのスリクソン X2 を打ってもらいます。めっちゃ飛ぶらしいよ。まだまだ。はい、すいません。もう飛ぶかな。よいしょ。はい、それでは次に、ゆみちゃんにまずスリクソンの Z スター打ってもらおうと思うんですけども、今回ちょっと打つ3球はゆみちゃんのヘッドスピードからするとちょっと推奨ヘッドスピードが高いボールだよね。うん、はい、だけどまあ頑張ってみようか。はい、はい、ゆみちゃんがどれぐらい飛ぶか皆さんも見たいと思います。頑張りましょう。ハードル上げんで。せっかく下げてあげる線と。はい、お願いします。お願いします。はい、続きましてゆみちゃんに、前作モデルのスリクソン X を打ってもらおうと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、それでは最後にゆみちゃんに、スリクソンの X2 を打ってもらいます。はい、飛ぶで。本当飛ぶかな。俺ぐらい飛ぶ。俺ぐらい飛ぶ。はい、任せて。流した。お願いします。はい、お願いします。データを見てみよう。はい、今回はですね、2020年の7月17日に発売されたニューボール、うん、スリクソン X2 というボールを紹介しようと思います。うん、
まあ、このボールってそもそも前作モデルが、はい、あります。前作モデルが今日打たせてもらったこのスリクソン X というモデルなんですけど、もう何と言ってもそもそも前作からそうなんですけど、飛距離のみに特化した、もう他の要素を全て削ったと、はい、っていうぐらいもう飛ばしに特化したボールと、そこに全力を注いだ。ですです。もうあの実際面白いのは、まあ、これ今回のカタログもそうなんですけど、このスピンやスピンとかそういうの一切無視で飛距離だけこの丸線から壊れ今回突き抜けてますだから正直言うとスピンとかはかかりません。アプローチなんかのスピンはなかなかこんなかきませんからね。飛距離究極に飛ぶ、直進性高い、アプローチスピード少ないなんか価格帯としてはまあまあ、高価な方のボールなんですけど、それで飛びに特化したっていう、なかなか面白い、で今回のボール、それにやっぱり何がすごいって、なんとドラコンプロも公認というか、 JPDA っていう日本プロドラコン協会とのもうプロドラコンツアー公式級に採用と、もう完全にドラコン用のボールと思ってもらって結構です。だからもちろん非公認ボールじゃないですよ。非公認じゃなくて、その要は公式級でも使えるんです。使える中でもう飛びに特化したと。まあなかなかね、僕いつもトレードオフって何か取れば何か削るって言いますが、ここまで極端にされると分かりやすくていい、はい、だから今日すいません、アプローチしてません、はい、そういうことか、うん、そういうこと。でも実際これ面白いですね。もうあの僕もゆみちゃんも今日打ったんですけど、はい、まず、まあ、あのよく、ね、プロも使ってスリクソン Z スター決して飛んでないわけではないです、僕246は十分飛んでます、ゆみちゃんはもう162、決して飛んでないわけじゃないよね、でスリクソン X、 これは前作モデルですね。前作モデルも飛びに特化してます。僕254と8ヤードですね、8ヤードアップして、ゆみちゃんも3ヤード165と、そしてなんと今回この作モデルは260、僕この測定器で多分一番初めてです、260。ただ、ただ言いますよ、使えません僕逆玉です、OB ですはい、ゆみちゃんが175、これ飛んでますね、やっぱり、あの実際だから、ね、スピン量がもう的確ですね。僕もゆみちゃんもこの今言った順 Z スター、スリクソン X、X2 ともうずっと減ってきてます。もうこれがそのまま距離に直結してると、と思ってください、はい、やっぱりスピン量っては適正すぎ、私がだいたい2400、ゆみちゃんがだいたい2500ぐらい、にしてもまあやっぱり一番あのその2つともその X2 打った時の方が近い、今回そのなんていうんですかね、このターゲットはもう完全に飛ぶを明確にしてますから、僕はこれは絶対的にいいと思うんですけど、ただ僕どっちかっていうと前作の方が打感は好き、今回ねちょっと柔らかくしてる、だからこそターゲットが前作モデルよりもヘッドスピードが下がってきてる、ゆみちゃんでも結果出てるってこと、だから本当のこの層のターゲット、僕言います、ヘッドスピード40前後の方でもう距離だけに特化したいっていう方は今作モデル打ってください。これ多分本当に自己最高が出る可能性は十分にあります、ボールで、だってもうね、すごいでしょ、全員飛びすぎるがいいってもうなんかなんかね、もうここまでなかなか歌えんで、ね、アプローチスピンは削ってますから完全に、はい、まあ、でもそういう風に、まあ、何かに特化したボールってこういう風に出してくるって本当に、ね、飛距離追求型ボールってなかなか見れない。だからといって高反発ボールじゃないので当然試合でも使えるし、だからまあ本当に奨励するとしたら、よくコンペとかでドラゴンホールってあるやん、もうその時々こいつ出されただフェアウェイにおるかどうかは知らないそれは知らない、でも可能性はね、可能性やっぱ、飛ぶっていう可能性は秘めてますから面白いですね、このボールね。ゆみちゃんどうやった、打ってみて一番気持ちが良かったのは、この新しい、やっぱり確かにゆみちゃんのヘッドスピードがやっぱり柔らかいとはやっぱでかいんですよね。柔らかいっていう打感っていう方が欲しいってなってきた時に、まあ Z スターか X2 かっていう選別になります、その中で特に X2 っていうのは飛ぶし、柔らかくしてるっていう、一般的にこのくらいのボールっていうのは硬い方が飛ぶと言われてるんですけど、まあそこはもうやっぱり進化ですよね、技術の進歩で柔らかい打感にして、さらにそのスピン量を減らすっていう、まあ素晴らしい、発想かなと思いますし、本当に僕もドラゴンホールだけでは打ってみたいなと思うんですけど、ただやっぱちょっと逆玉怖いね、どっちも効果になってるでドラゴンホールで OB したら辛いやん、やっぱりめっちゃ広いホール選別されたのに、でもまあ本当に
これはある意味でヘッドスピード40前後の方でやっぱり距離が欲しいって、うん、クラブでなかなか5ヤード10ヤード伸ばすって言ったらね、お金やっぱり、まあ、変な話で僕らシャフトやったら4万のもの売ってるやつか、ボールで変わるって言ったら一番安いですからね。そうだね、うん、これはね、ほんとね、ほんと一撃求める人はぜひ試してもらいたい、うんうん、面白いと思いますね。こういうぐらい割り切ったボール出してくるってダンロップさん面白いなと、うんうん、面白いね、楽しみ方が増えるね、うん、まあ、アプローチとかは慣れてくださいしか言いようがない。ただあと気になるのがスピン量が少ないっていうんで、アイアンも飛ぶ可能性があるんですね。だからもしかしたらアイアンスピン量も減ってくるか、まあ、これだけドライバースピン量が減るんで、うんうん、アイアンの距離感っていうのはもしかしたらちょっとちゃんと見直していかないと、ちょっとグリーン奥に行ったりする可能性もあるので、まあ、その辺やっぱりスコア取るか飛距離取るか、もうこのボールは本当飛距離に特化してますから、そのね、前作ちょっと標語とか集めてたんやけど、ゴルフは上がってなんぼじゃない、飛んでなんぼだみたいな標語まで出てたぐらい、もうそれぐらいのボールなんで、はい、まあそれ、まあ、割り切っとって僕面白いなと、なね、はい、ぜひ試してみてくれたらと思います。はい、ズバババゴルフ。ボールをね、はいはい、置くときにこう、この X が一番重い気がした。あ、これ？うん、なんか硬いのか重いのか分かんないけど。硬さは硬い。まあ、重さも正直測ってみたら分かるんやけど、うん、まあその感覚なのかな。ずっしりっていう感じがした。おお、でもそういうボールの方が硬い傾向にはあるかもしれないね。うん、ゆみちゃんのその感覚として、うん、それが実際こう測ってみたら合ってるかどうかは分からんけど。分かんないけど、思ってる時に、うん、ずっと酔ったもんね、さっきね。うん、ちょっとずっしり、うん、で軽い軽い。これが中間かな、一番軽い軽いゼットさんは、うん、そう、そんな感じがした。まあ、その辺もね、実際そういう感覚的な、うん、その重さが実際どうかは、まあ、測ってみたら分かるんですけど、うん、それもと打感とかっていうののやっぱ好みもやっぱあるんで、まあ、そういうところも大事にしたらいいと思うし、うん、ではどっちかというとその軽く感じる方が良かった。うん、重いのはちょっとなんか飛ばんそうよね、うん、うん、喧嘩しそう、なんかこのなんだ、素直に飛んでいくんじゃなくて、ここで頑固に残ってまだ質問、あ、質問、はいはい、どうぞ。この前作の X と X2 の大きな違いって何、うんうん、一番の大きさの、あ、いい質問したな、俺言うの忘れとったわ。前作は実は、4ピースでした、前作は4ピース、今回は、3ピースにしてます。まあそこでもしかしたらその打感が変わったのかどうかって、ちょっとここまではごめんなさい、僕もね研究してるわけじゃないんですけど、4ピースを3ピースにしたっていうのが一番の大きな違い、うん、でそこで、まあ、打感とか、まあ、もちろんそのピース数上げることで打感とかも変えてきてると思うんで、はい、でまあ、何よりもやっぱり今回、前回はそこまでやったけど、今回やっぱドラコンの用のボールにしてるっていうのは、それだけやっぱり距離に特化してるっていう自信があるんだよね、うん、これはやっぱ本当になかなかね、実際ツアープロで使う人って少ないと思います、こういうボール。なるほど、まあ、当然スピンが効かなかったらね問題やから、だけどやっぱドラコンっていうのはその1球入れればいいわけやから、やっぱこういうボールって夢があるよね。うん、やっぱ男性とか、まあ、女性ももちろんかもしれないけど、やっぱ男性ってもう 一発をこう18ホールで一発飛んだら、それをこう1日もう酒飲めるや、それでもう晩酌できるっていう人もおるし、そういう人ってそれもでも僕はもうそれもゴルフの楽しみ方だと思ってますから、うんうん、なんかそういうで1日経って夜美味しいお酒を飲めるっていうのは、それで僕もね幸せやと思う、うん、私の友達ゴルフ女子も、うん、ドライバーでぶっ飛んだ時に、うん、もうこのために来たみたいな、ストレス解消って言って、なるほどね、うん、これが快感だからゴルフが一番楽しいって思う瞬間はそこっていうの、その今日一が出た時、うん、そう、まあ、でもそれはもう本当、うんうん、まあ、いつも言ってますが、ゴルフをやっぱ娯楽として考えればやっぱそれでいいと思うんですよ、うんうん、ね、休日にそれがで、あ、今日一日良かったわと思えたらもうそれでいいんです、うんうん、もうそういうお酒が飲みたいです。お酒か。これは、まあ、以前の動画なんかでずっと言ってますけど、基本的に、日本人っていうのは7割の人が当てはまることっていうのに補えば OK なわけですよね、うん、まあ、例えばじゃあスピン量っていうのが適正スピン量って大体あります、私のヘッドスピードは大体2300、ゆみちゃんのヘッドスピードで2700ぐらいなんですね。でもほとんどの方が普通のボールというか、まあ、一般的なボールを打つとそれ以上になります。3000やら4000やら、うん、多い人は倍ぐらいになるんですよね、うん、でも2割ぐらいの人っていうのは逆にスピンが少ない人もいます、うん、だからいわゆる野球でいうフォークボールです、ドロップ、うんうん、だからその今度それが少なかったら飛ぶってわけではないです。今のスタッフの質問っていうと、じゃあ極限ですよ、スピン量がゼロになれば球は飛ぶのかっていう質問です。
ナックルです。はい、要はキャリーがポテッと落ちちゃうからそれは飛びません。だからやっぱある程度の打ち出し角とスピン量っていうのがそのヘッドスピードによって適性があるんですよね。でもほとんどの方が打ち出しはともかくスピン量がやっぱ多いんです。でそれで僕もユミちゃんも一緒です。こう見てもらったらやっぱスピン量多いんですよね、はい、Z スター打った時なんか私が、3160でユミちゃんが3950と、はい、やっぱ多いんですね。それを減っていて要は適正値に近づけていけることで飛んだという結果なんで、これたまたま僕とユミちゃんはスピン量が多い方なので今回のボールが良かったというふうに、まあ、認識してもらえば、逆に言ったらもともとスピン量が少ない人がこういうボール打つと逆にドロップしちゃうんで、うん、今度それがキャリーが減って飛ばなくなる可能性もありますので、そこは注意ですよ。はい。ユミちゃんはゴルフをやってて一番の醍醐味っていうのはどういった瞬間ですか？醍醐味なんだろう、お昼ご飯あんただいぶ動画向きになってきたな、答えが。さっき俺のことをお酒と書いて言うとってんの。だいぶあの YouTube 向きの発言来たやん。ごめんなさい。いやいやいや、全然謝ることない。でも、うん、前半のもう7ホール目ぐらいになったら何食べようかなでいっぱいで叩いちゃうから。なるほどね。今はそのお昼ご飯の次は、うん、90切れたら一番嬉しい。ああなるほどね、そうだよね、うん、やっぱり、うん、いや素晴らしい。タケ X かタケ X2 の進化どういったところに。これも待ってました。あのX の時よりもこのボールと同じく柔らチャンネル登録、高評価でタケちゃん、ユミちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。